ストップ地球温暖化、みんなで始めようエコなチャレンジ、エコ結び。エコ結び隊長の桑原達明です。皆さんは国産や県産の木材を使った製品使ってらっしゃいますか？木を使うことが森林の活性化につながり、森林の保全や CO2 の削減につながるんです。そこで県産材を使って木工品を製造している大野市の木工川蝉にお邪魔しました。私は実際に使う食器類とメインに使ってる。お皿もある、一輪挿しもある、はい、いろんなもありますけど、そうです、全部で大体何種類ぐらいの木工製品作ってらっしゃるんですか？国産材は大体 4,50 種類、主に県産材の材料を使ってます。もともと趣味で木の加工をしていた川端さん、廃棄木材を何かに使えないかと思い、脱サラを機に加工場を開いたそうです。なんで県産材を使われるんですか？山に生えてる材料がやっぱ山の活性化のためにもいいんで、拾ってきて使ったりとか。はい、コマできました。これどんぐりかと思ったらどんぐりのコマなんですね。そうです。せーの、むちゃくちゃスムーズに回って、すごい。こちらの川端さんの木工品は大野市と南越前町の道の駅のほか、大野市内の手作り工房もっこで購入することができます。県外から木材を運搬することで非常に多くの二酸化炭素が排出されます。県産材の製品を使えば二酸化炭素をより多く吸収する森づくりのためにもなるんですよ。皆さんも国産や県産の木材を使ってエコチャレ実践してみてはいかがでしょうか。それではいきますよ、せーの、エコ結び。